はい、えー、こちらですね、アシックスのゴールドステージの最新バッティンググラブになります。一応こんな感じでちょっとつけてみましたけども、まあ、特徴的なのは、このまずマークですね、マークがこのようにスパイラルマークだけになったというのと、まあ、あちょっとこの日の丸は、えー、ちょっとまあ私のカスタマイズということで貼っただけなんですけど、一応こんな感じになっております。デザイン的にはまあネイビーとレッド、で裏、ブラックですね。で こちら手のひらのところがちょっと特徴的なんですが、まあ、シープスキンを使っていることもありまして、まあ、このように、えー、指先大体この手のひらの上の部分がちょっとザラザラした感じになっているのとでこの下の方がですね、まあ、このように平べったい形で、まあ、要はその、まあ、ミックスみたいな感じなのになっております。 まあやっぱこのグリップ性ですね、天然比較を使っているということもありまして、まあ、そのグリップ性を重視した、グリップ性やフィット感に重視した、えー、感じになっておりまして、一応ちょっとここで、えー、こちらですね、ちょっと比較してみたいんですが、また、前に挙げました内川選手のゴールドセージとバッティンググラブ。で、これ、裏を見てみると、まあ、このように本当、えーそうですね、平べったい感じになってまして、こっちはまさにね、 最新型というのもあって、まあ、このようにそうにに半半分半分なってるという形になっっててる形ます、まあ、このザラザラした部分に関しましては、まあ、よくね、あのー、他のメーカーさんなどでも、ね、同じようなのになってると思うんですけど、まあ、こういう、ね、合わせ技というか合体ミックスのようになってるのはアシックスのバッティンググラブならではのものになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい まあね、アシックスのバッティンググラブというとね、まああの、プロ野球選手だったら、今やねあの大谷翔平選手や、えー、あとはね、広島の鈴木誠也選手や、田中康介選手、丸選手といったね、あの人あの選手も使ってるモデルですのでね、はい、非常にやっぱりあのクオリティも高いんじゃないかなと思います。はい、日本代表、侍ジャパンのね、えー、ユニフォームもアシックスになったぐらいなんで、まあね、アシックスは今後また、えー、すごくね、 野球に対して力を入れていくんじゃないかなというのにも思います。はい。では、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。